どうも、どうも、パラシュート部隊です。こんにちは。今日はですね、初心者ゴルフあるある第2弾ということでございますね。結構好評で。そうなんですよ。やっぱりまだまだ初心者なんで私、いろいろと永遠の初心者。マジで上手くならん。マジで上手くならんね。まあでもこれを見てゴルフ始めようとする人は結構勉強になったりとか。いやそうですね。すると思う。これを踏まえてから、コースの方に。他の YouTube ゴルフチャンネル見てもらえます、ね。そうですね。はい、一番最初表紙です。そうですね。じゃあ行きましょう。まず最初のあるあるこちら。パターでドーン。ね。これはね、もうこの距離なのに、もう力加減がもう分からなくなってバーンって打っちゃって、もうあのグリーンの外に出ちゃったりするの。ある。これがね、もうね、例えばまあこれがグリーンだとして、まあ、ここがね、穴ですよね、で、もう これだけやのに、こっちまで行く。こっちまで行くの。これ、あ、何なの、あれ。あれ、何なの。まあ、あの、パットイズマネーって言われてるぐらい、パター、まあ、すごいドライバーでバーン200ヤード飛ばして1打と、パターのこの1打は同じ価値。一緒なんや。だそれだけ大事。そう。7か。で、バーンって行って、はぁと思って、次はバーンって行かないかんのに、ちょろ。そう。足りない。足りないのよね。でもあのラインとかも分からんし、もうね、これは本当に初心者はやっぱこのこんだけ打ったらこの幅でこの何メートルとかの距離感がないんで、みんなだからね、もうこれで、歩幅10歩分みたいなのがあるんですよ、体に染み付いてるんです、もうそれがないから、もうさじ加減がもう分からん、全部感覚いつもペペが打った時に、でね、これはもうね、受けるとか、いや頑張れよとかじゃなくて怒られる、何してんのって言われるの。そうそう、あのこれだけはベテランの人とかがやると変な空気になったりする、ちょっとショートしたりするけども、ペペぐらいな初心者になると怒られてます。怒られるのよ、これは。だなんで。そう、隣町まで行くよ。そういや、マジであるよ。マジでえっていうね、これがあるの。あ、すごいよね。続きましてこちら、プレイング4の方が良かった。これですね、あの1打目 OB すると、全身4打つって、ある程度前の方まで次が4打目ということで、球を移動できるんです。ワープですね。ワープゾーンがあるんです。これはだから、時間短縮の意味も含めて、初心者とかにもう1打、2、3打、4打、5打じゃなくて、あ、もうミスったね、はい、はい、じゃあ、はい、4打、ここから4打目っていう、こうなぶっ飛びカードみたいなもんですね、はい、でもこれはもう4打必要なんですよ。まあ、普通の人だとこのプレイング4と呼ばれてる位置までだいたい2打ぐらいで来るから、1打でいけるんだ。あ、1打か、1打で来るから次2打目なんです。そう、だから2打損なんですよ、だから絶対にプレイング4はダメなんですけども、下手くそなやつはもうここに行くまでに6打かかってるんですよ、もう右に左に谷に落ちたり林に行ったりして、だからもうここまでで6打だから、1打目で OB 出してプレイング4の方が良かったっていう。プレイング4って本当の初心者は、ワープできるからちょっと嬉しい。嬉しい。でも上手くなってきたらプレイング4が嫌になる。嫌になる。でもプレイング4に初心者がプレイング4ならず、あ、OB じゃなかった、よかった、ちょろちょろちょろ、プレイング4のスタートラインに着く頃にはもう7打目とか。だったらもう1打目 OB でよかったわっていう。これはもうある。これはある。あります。あえて OB 狙う時あったもんね、俺。まあ、もうプレイング4行くためにこのコースは価値なしで、もうあえて OB だれと思って打ってた最初は。続いてこちら、永遠にグリーンに乗らない。ここがグリーン、さっき言いましたね、ここにつけます球を、もうチョンって打てば乗る、あとはパターンでどうにかできる。もうこれがトップっつってボールの上叩いたりしてビューンってこっち行くんですよ、もう超えて、で、あー、もう次はちゃんとやろうって言ったらビューンってこっち行くんですよ。で、ビュンビュンビュンで4打ぐらい使うんですよ。その間もあの先輩とか上司の人がグリーンでパター持って待ってるの。待ってんの。要は全員がパターに乗ってからじゃないとパターをできないんですよ。グリーン乗ってからじゃないと全員がグリーンに乗らないとパターができなくて、で、俺待ちのプレッシャーでも手元狂ったりする。で、だいたいね、グリーンってちょっとこう上がってるんですよ。だからこうちょっと小高い山みたいになってて、ここの上はパターしか打てない。そう。で、この辺から乗せ、ちょっと上がってるから乗せなきゃいけないんだけど、ふわっと浮かせなきゃいけない分、トゥーン。そう。で、ここにバンカーだいたいあるんですよ。で、バンカーからバーンって出すときに、もうホームラン打っちゃう。ダーン、ダーン、ダーン。すいません。
すいませんで、こっちからね打っていくとして、ここがグリーンだったじゃないですか。ここが OB だったりするんですね、また、うん、ここが OB が近かったりするんだよ、うん、で、ここで、あーってここで一回 OB 出したりする。2打罰、これ地獄、永遠に乗らない。これ聞いたらゴルフやる人減るかもしれないけど、これをこれがあるからうまくいった時の感動がある。そうなんです。やっぱりね、きつく、きつい壁がないと、やっぱりやっぱ池とかバンカーがないとゴルフは楽しくないって言われてる。そうなんですよ。続いて、永遠にバンカーから出れない。そうね、ちょっとあるよなこれ。マジでこれ、これも本当変な空気になる。変な空気になるなこれは。もうマジでこれね、初心者じゃなくてもなるときはある、うん、あるね。バンカーでもうね、顎っつってね、もうここ、ここがこう壁になってて、もうここにつくときがあるんですよ、うん、もうこれがもう相当きつい。だからこの山になってるから、こう上げなきゃいけない、上げなきゃいけないから、上がんで、ここでバーンってゴロゴロゴロバーン、ゴロゴロゴロ、ここで4打叩いたときの斎藤、声もかけれません。俺とペペの間柄でも、そう、無理、いじれない、いじれんし、ペペが、うん、大丈夫大丈夫とかって言ってそう頑張れ、うん、いけるぞ、いけるぞっつって、パラシュート、空見よう、空見よう、一回パラシュート、だから一番仲良くなる、うん、瞬間で大丈夫よ、バンカーで出れないとき、うん、はい、いや難しいよな。そうなんだね、本当に。続きまして、はい、永遠に使わないクラブがある。だいたいね、アイアンセット、フォーエバーシリーズ、5番から9番ピッチングとかあるんですよ、うん、まとめて買うんですけれども、5番アイアン使ったことない。5番アイアン使ってたらかっこいいっていう、かっこいい、難しいんですよ。もう言えば、5番から飛距離が高くてどんどん下がっていくんですけども、飛距離が5、6、7、8、9ってだいたいどんどん下がって、セッティングされてる。そう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 、で、そのクラブによっておのおの飛距離が変わってくる、長さが変わってくるからね、まあ、5が一番飛んで9が一番飛ばない、飛ばないっていうことなんですけれども、まあ、大体使うのはもう7か8、もう5番なんてビニール貼ってたりするもんね、まだ、うん、1回も使えない。これ上手い人じゃないと使えないんですよ、5番ピカピカ、うん、だ、難易度はそっちに沿って、5番に近づくにつれて難しく、そうそう、難しくなる、長くなるから、そう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 、うん、もう5番6番はほぼ新品、うんっていう感じ。永遠に使わない。俺まだ使ってないもん。確かにね、5番は、うんうん、買わないセットない、セットないよ、セットで入ってくるよ、うん、だからここいらんから割引してほしいっていうのある、うん、でもの後に使うようになる、うん、僕はたまに使いますよ、でもあんま変わらんね。そう、変わらん、6番とあんま変わらん、変わらん、結局一緒、はい、続きまして、クラブですね、7番、8番、9番どれ使っても一緒わかる。これはね、もうさっき言いましたけども、ここが7番が一番飛ぶ、こっちは飛ばないなんですけれども、うん、もうね、僕ぐらいの初心者になると、うん、もう一緒っす。もう7番使おうが8番使おうが9番使おうがもう一緒。これは本当初心者あるあるです。僕はもうあるんですよ、うん、7だったら、うん、僕は飛ばないんで、140ヤード、130ヤード、うん、120ヤードとかで分けてるんですよ、うん、そうそう、でピッチング110ヤード、うん、残りヤード数を見て、うん、でもペペとかは7番でも8番でも同じ距離やろ、大体110ぐらい、全部これ110 110ヤードで、ね、その時当たるかどうか。そう、要はもう芯食わないから一緒なんですよ。芯食わないと、そのこれ今こうなってるから こいつこう言ってるけど、割に距離とか見てたりして、でなんかこっちかなこっちかな、キャディさん何ヤードですか、逆っつって、何ケヤ、さっきはどてよっつってボフッつってダフって、もう何やったんや、もう全部9番で打て。でね、9番ぐらいがちょうどいいけど、7だと超えるかなっていう時あるんですよ、うん、超えたことない、超えたことない、超えたことない、グリーンとか超えたことない。7番でちょろって40ヤードぐらい40ヤードぐらい、 いやだったらもうピッチングで打てっていう、もっと低いやパンってね。結局だからそういうのなんですよ、もう150、400ヤードのホールで、普通考えたらね、150ヤードのやつを3回打っちゃいいんですよ。そうそうそう、まあ、まあ3回、うん、でもみんなやっぱ最初ドライバーでとか、そういうね。俺マジで7番だけでもスコア変わらんと思う。上がると思う、7番だけでも上がると思う、逆にね、絶対上がる。続きまして、こちら、ボールでポッケがパンパン。あのね、上手い人はもう1個も持ってなかったですよね、まあ、1個とかね、1個、僕らクラスになるとだいたいみんな OB 出すとしたら1ダメなんです、
だから途中で OB した時用に持ってるんですね。でもう1打目 OB しなかったら大概みんな OB しないんですよ。2打目3打目4打目で、僕なんてもう2打目で OB、 3打目で OB、 4打目で OB とかなるからもうねパンパンなんですよ。テニスプレーヤーぐらいパンパンなんてるな本当に。あれよう入るよなテニスプレーヤー俺いつも思うやけど、あれ欲しいもん俺、あのテニスプレーヤーのいやあれ多分伸びるんよ。あれなんか支障きたさんのかなと思うけどいつも1個パンパンやん。俺33の6入れてたりするからね、うん、だからもうそうしたら腰が回らなくなるよもう、うん、あ入れすぎやってちょっと出して横に置いてから あるけどね、こうゴルフボール入れるやつとかね、あれがちょっと気になるのよ。チャラチャラ分かる分かる分かる、ね、装着だから要はいちいちカートまで戻ると来てる先輩方とかに迷惑かかるからもうその場でもう自給自足でやっていくしかないの。だから時短で、だからもうパンパンこれ次ラストかな。次ラストいきましょうか、はい、じゃあラスト、こちら、手で投げたろうかなと思う時ある。崖とかね、このねもうねとんでもない斜面で、ね、崖下、木があって崖下、うん、もうここでさ浮かすだけでも大変なのにそのさらに先にもう木がめっちゃあるよ。そうですね、誰も見てない。まだこういう風に、そうこっちがフェアウェイ、フェアウェイ、こっちがフェアウェイ、ここからここには木がいっぱいある、木がいっぱいある、バッとまず上がらないですよ。まず上がらない、トントン、トントンで、コン、カコン、カコン、トントン、コン、トン、もう投げたことない。でいや俺もう10年ぐらい前ゴルフ始めた時投げたことあるもんな。いやあれお前やった、お前やったやった、見えないのよ。そうなの、あの崖下って誰も来ないから見えないのよ。これがもう悪魔のささやきがあるの、うん、でもうさすがにやらんけど、そう言い訳あるやん、うん、先輩たちを待たしちゃいけないから、うん、ここはちゃんと打ってやるよりも手で投げた方がいいんじゃないかっていうね、この悪魔のささやきがあるのよ。バンもうボール持って打ちますって投げたのかなっていう時がある、うん、あるで、あれやろ、投げてんのにどこ行きましたって、うん、そうそうそう小芝居したりしてね、上がりました、ああよかったって。俺はないよ、俺はないけども、うん、投げたのかなって思う。でもこれで超えてくると、うん、あの探しに行った時ないと、うん、なかったらまあロストボール、ロストボール1打ばっかで持ってたボールを落とす人がいるそれを卵を産むっていう、そうそうそう、ポンってね、あの亀みたいな、うん、それはなんか、なんかよくバラエティーとかで見た、うん、聞いたけど、で、卵を産んだ後にボールが見つかる時あるのよ、わ、うん、かる、あ、わかる、本物、本当のやつね。で、なんか誰かの話だったけど、え、これ、ボール、お前のボールじゃない、え、違いますよ、で、メーカー見てすいません、卵を産みましたって自白する自白する自白でもそんぐらいまで追い込まれるし、 そんぐらいいいスコア出したいっていうのがゴルフなんですよね。これを見てね、ぜひゴルフやりたい方まあ精神の戦いですよねマジでこれは きつい時ありますけど、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、ということで以上でございます。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。